こんな天気の日は、お掃除が気持ちがいいわね。あら、電話。はいはい、待ってくださいねー。はい、白霊神社です。巫女さんですかだ。え、はい、そうですが。久しぶりだす、バツバツ村の竹内だ。は、はぁ、竹内さん。また協力してほしいんだ。夕方にはそっちに着くと思いますんで、詳しくはその時話します。え、あの、ちょ、だ、誰だったのかしら。ま、まあ、いいか。お夕飯の準備をしたいけど、さっきの電話の人が来たらな。今日はお蕎麦の予定だったし、冷めちゃうと嫌だしな。ただいま。あ、母さんかな。母さんお帰り。霊夢、お留守番ありがとうね。何も問題はなかった。そうだ、今日の日中にね、不思議な電話があったんだ。うん、不思議な電話って。そうなの。なんかバツバツ村のエイト、竹なんとかさんって人からなんだけど。バツバツ村、霊夢、その人何話してた。へ、いや、電話では大したことは。なんかまた協力してほしいとかなんとか、夕方にはこっちに来るって話してたけど、まだ来てないわ。あ、噂をすれば。だ、竹内さん。あ、マンズお久しぶりだ、巫女さん。ほんと、久しぶりですね、竹内さん。東大の巫女は、こちらの娘の霊夢です。はい、あれ、そだただが。あの、母さんのお知り合いの方なの。昔ちょっとね。それで、どうかしたんですか。へ、そうだ、また手を貸してほしいんだ、またあいつが来るだ。あいつ、ふう、中で詳しく聞いた方が良さそうね。どうぞ中へ。お邪魔しますだ。はあ、生き返っただ。ふ、大げさね。それじゃあ、話を聞いてもいいかしら。ああ、そだな。こちらの娘さんもいることだし、最初から話すが。オラホの村は小さな村なんだが、人が亡くなると、お葬式をした晩には、村の若い者が家の番人として集まって、酒盛りをしながらろうそくや線香が絶えないように、燃やし続けるよう管理するんだが、そのろうそくは、決まった形があったりと。まあ、その辺は。巫女さん、じゃなかった。あ、先代でいいわよ。細かい部分は後で私から説明するわ。頼むだ。それでな。番人は家の水場や窓に魔除けの品を飾って、それが外れたりずれないように見張りさせねばなんねんだ。番人って、何のためにそんなことを。それはな、キャッシャ、うちらがそう呼んでる妖怪が、遺体を持ち去っちまうんだ。だからな、その日の夜は、その家には番人以外の人間は誰も入っちゃならね。そうやって、遺体を守るんだ。他にも細かい決まりがあるが、その辺は先代さんから聞いてけれ。そんな奴が。それで、今日は何用で。ああ、それがな。先日、村の門が一人亡くなってな。そうなのね。そんなところだろうとは思ったわ。それでその、大変申し訳ねえんだが、よかったら今回も。わかってるわ。一度手を貸したんだもの。最後まで付き合うわ。ほんと受け、助かりますだ。どういう意味。竹内さんの村はね、随分前から過疎化が進んでて、村もお年寄りがほとんどなの。それこそ、万人役をやれる若者すらいないのよ。
ああ、恥ずかしい話だが。時代の流れだでな。以前オラのカカーが亡くなった時も、もう諦めてたんだ。そしたら偶然、旅してた先代さんが村に立ち寄ってな。話を聞いて、私がその番人として、お手伝いしたってわけよ。その説は、ありがとうございます。そしてまたご迷惑おかけしますだ。はは、いいって言って、私でよければ力になります。この娘の霊夢もね。え、あ、そうなの。いいのけ。母さんがそう言ってるので、やるからには力になれるように頑張ります。助かるだ。良い娘さんを持って。本当にね。自慢の娘よ。やめてよ、恥ずかしい。うっふ、いいでしょ、本当のことよ。それじゃあ、村に戻って待ってますだ。葬式は明日なので、なんとか頼みます。母さん、いろんなところに行ってたんだね。まあね、さあ霊夢、ゆっくりしてる時間はないわよ。明日の準備をしなきゃ。わかった。何をしたらいい？ろうそくをね、の形に削るの。これは万人で一番若い子が作る。そういう決まりなの。うわ、何それ。難しそう。頑張ってね。美味しい食べ物も準備されてるはずだから。本当、なら頑張らないと。霊夢ちゃん、相変わらずちょろいわね。さて、これで持っていくものは大丈夫かな。そうだね、それじゃあ向かおうよ。結構遠いんだよね。今から向かっても、昼過ぎにはなっちゃうかな。あ、そうだわ。塀の中のお方にも挨拶していかないとね。どういう？いいの、霊夢は車で待ってていいから。はぁ。はぁ、着いた。懐かしいわ。のどかなところ。本当にこんなところに、恐ろしい妖怪なんて出るのかな？巫女さんたち。竹内さん。いやー、遠路はるばるご苦労様だ。いえいえ、それで、九段の家はどちらにあります？こっちだ、ついてきてけれ。この家だす。わかりました。準備に時間もかかるので、早速取り掛かりますね。ああ、オラも手伝えることはやりますんで、何でも言ってけれだ。よろしくお願いします。さ、霊夢、中に入るわよ。お邪魔します。霊夢ちゃん、準備したあれを出して。わかった、ちょっと待ってね。これだ。じゃじゃーん、どうかな。言われた通り、仏様の形に削ったろうそく。へえ、上手ね。霊夢ちゃんは意外と手先が器用なのね。えへへ、そうかな。でも大変だったよ。何個も。お疲れ様、一晩燃やし続けないといけないからね、多少多めに準備しておかないとね。そうだね、後で足りなくなってあたふたしたくないし。よし、それじゃあ、魔除けの札を洗面所やキッチンにつけていくわよ。はいはい。これで全部かな。霊夢、終わった。終わったわ、母さん。お疲れ様、それじゃああとは、夜更けを待ちましょう。暗くなったな。いよいよか。さあ霊夢、始めるわよ。まずはろうそくに火をつけて。わかった。あとは、1時間に1回異変がないか。お札のチェックをし、耳回りを順番にやっていくわ。これから宴会を始めるわよ。宴会、
まあ、宴会といっても、万人以外は家に入れないし、今回は、村の人には危険を回避するために遠慮してもらったから、私と霊夢の二人だけだけど。そうか。どうせならマリサやヨウムたちも連れてきたらよかったな。まあまあ、急なことだし危険も伴うからね。それじゃあ、親子酒と行きましょう。はい、乾杯。あははは。すごいわね、霊夢ちゃん。妖怪を車で引くなんて。そうでしょ、そうでしょ。前にいたずらタヌキだって懲らしめたし。あ、そろそろ霊夢ちゃんの見回りの時間よ。おっと、そうだった。楽しすぎて、忘れるところだったよ。もう、目的を見失っちゃダメよ。ごめんごめん、それじゃあ行ってくるね。行ってら。なんやかんや。怖い雰囲気はあるわよね。さっさと結界を確認して戻ろうっと。あれ？あそこのお札？あんなにずれてたっけ？風で揺れて外れたとかかな？あ、ああ。お疲れ、ずいぶん急いで。母さん、キャッシャが窓に。落ち着いて霊夢。魔除けの飾りはどうなってたの？少しずれてた。わかった、それなら直しに行かないと。でも多分あいつが窓の外に張り付いてる。大丈夫、少しずれたぐらいなら戻せばね。それといざとなったらこれがあるし。へ、そんなの何に。行くわよ霊夢。ここね。確かに、少しずれてるわ。霊夢、私がお札を直すから見張っててちょうだい。わかった。でも、気をつけてね。よいしょ。よいしょ。と。おわ？母さん。霊夢、さっきのあれを投げつけて。わかったわ。このみかんに、どんな効果があるのかわからないけど。では、ふう、これでよしっと。ありがとうね、霊夢ちゃん。助かったわ。なんで、あいつ、みかんで。説明は後、多分もう戻ってこないとは思うけど、しっかりと見回りして、乗り切るわよ。うん。そうだね、わかった。いやー、このみかん美味しいわね。そうだね、冬のみかんは甘く感じるね。そうだ母さん。この前のこと教えてもらっていい？いいわよ。何を聞きたいの？まず、竹内さんの村に行く前、どこに寄ってたの？それはね、うちの近所の猫又様よ。へ。あ、そうなの。なんでまた？竹内さんは妖怪のことを結社と呼んでたけど、貨社とも呼ばれている妖怪でね。貨社は猫又の化けた姿ともされているの。だから、役立つ情報ないかなって相談にね。ふーん。そうなんだ。それで、何か聞けたの？どうやらあの村に現れる、貨車のことを知ってたみたいでね。あいつは柑橘系の匂いが大の苦手だって、教えてもらったのよ。あ、だからか。みかんを持って行ってたのは。そうよ、備えあれば憂いなしってね。ふ、でもみかんで逃げるなんて、かわいい妖怪だね。あら、あそこのはたまたま苦手なものがあっただけで、貨車は魂を奪う非常に危険な妖怪よ。実際私が村に訪れる前にはね、当時万人をやった若者がズボラな人間。というか貨車について信じていなくてね。まあ、
必ず現れる妖怪でもないし、本気で信じてる人は村でも少なくなってたんでしょうけど。魔除けの飾りやお札の見回りもせず、放っておいて寝てしまったらしいわ。そしたら翌朝には、遺体が、煙のように消えてなくなってしまっていたそうよ。そんなことが。被害はそこで終わらなくてね、その貨車は気に入った人間が亡くなった時に迎えに行くそうで、その番人をやった人間が亡くなった時も現れた。そう言われているわ。わお。やるからにはしっかりやらないとまずかったんだね。そういうこと、そういう事件もあって、あそこの若い人たちはよそに移ってしまったのかもね。確かに。怯えて生きるのも大変だしね。貨車は昔からいる妖怪でね、悪人の魂を好むものや、見境ないもの。そのせいか、その対処法も各地域で様々とされているわ。貨車を騙すために棺に石を入れたり、魂を守るために刃物を用いたり、呪文を唱えたり。とね。それだけ恐ろしい妖怪なんだね。霊夢も精進して、もっと妖怪について学ばないとね。頑張ります。